それでは記者会見を開きます。まず、はじめに、査閣について、これについて申し上げます。補正予算を組む必要があることなどから、今、査閣をするということの必要性は理解ができます。ただ、今この時点でやるということは、統一教会との決別を言ってですね、まさに統一教会の問題の、局面打開というか、それを望んで、岸田内閣はやろうとしているのではないか。しかし、この、選ばれた大臣を見ますと、統一教会との関係が言われている人たちがいらっしゃいます。加藤勝信さん、山際大志郎さん、それから、などで、そして、萩生田さんも精神会長と言われていますが、まさに、この、統一教会との関係が、事実関係が言われています。その意味では、この組閣を見ると、統一教会決別というよりも、まさに統一教会隠し内閣ではないか、二つの点で、決別と見せかけて、いや、統一教会と関係が言われている人が入っていますよ、という問題。それからもう一点は、まさに、組閣によって統一教会隠しをしようとしているだろうが、そうは問屋は下ろしませんよと、しっかり統一教会と自民党との関係について検証、追及をしていきます。自民党自身が統一教会の問題に関してきちっと調査をしたりしているわけではありません。ですから、そのこともやるべきだということを強く申し上げます。この組閣は統一教会決別内閣ではなく、統一教会隠し内閣であると、隠しているだけで入っていますよということと、組閣をしたことで統一教会の問題点がなくならない、むしろ大きくなってこれからやっていきますよという、統一教会隠し内閣で、それは許さないということを強く申し上げます。そして、岸田首相が統一関係と関係がある人に関して、その人を入れないという形での選択と言われています。統一教会と関係した人は、言われた人は大臣にしませんよという意思表示です。しかし、そうであるならば、統一教会と最も関係が深いと思われる安倍総理の国葬は最も不適切ではないでしょうか。組閣で大臣として入れることができない、それは統一教会が極めて問題で、霊感商法などたくさんの被害を、莫大な被害を生んできたからこそ、統一教会と関係がある国会議員は大臣にできませんということであればですね、統一教会にメッセージを送り、統一教会と最も関係が深かったのではないかと言われる安倍総理の国葬はありえないというふうに思っています。一方では統一教会に所属する国会議員も大臣にしませんよと言いながら、もう一方で、統一教会と最も関係が深いと思われる安倍総理の国葬をするのは極めて大きな矛盾です。ですから、なおさら国葬をするわけにはいかないと、国葬反対ということを申し上げます。で、自民党、例えば安倍総理、下村博文文部科学大臣当時の、と統一教会との関係で言いますと、2015年3月には、どうも名称の変更があるのではないかという動きを察知して、霊感商法弁護団が2015年3月に名称変更を受け付けないでほしいという要請文を安倍総理、下村博文文部科学大臣、文化庁に対して要請文を出しています。ですから、今までは申請しても受け付けませんよっていうメッセージがはっきり政治的意思が伝わっていたのに、申請をすれば、これはもう認める、形式的に認めますよというメッセージが、どこかで統一教会の側に伝えられたんじゃないか。そこに安倍元総理と、当時は安倍総理、そして下村博文文部科学大臣がどのように関与していたかという徹底的な検証も必要です。今までは、
受け付けませんよと言っていた文科省の姿勢が受け付けるという姿勢に転ずる、そこに政治の力が働いたのではないかという点について徹底的な検証が必要です。で、この名称変更一つとってもですが、他にもたくさん問題があります。なぜ警察は動きを止めたのかということも含め、政治的な力が働いていたのではないかという点について徹底的な検証を行います。で、2点目が核兵器禁止条約の批准をすべきだ。社民党は核兵器廃絶の先頭に立ちますということを強く申し上げます。広島の平和記念式典、長崎の平和記念式典に参加をし、被爆者の皆さんたちの声を聞いてきました。そこで広島の平和記念式典では、広島県知事、それから広島市長、それからグテーレス国連事務総長はいずれも核兵器禁止条約について言及をしました。で、長崎の平和記念式典でもそれぞれ言及があり、とりわけ長崎市長、長崎県知事は核兵器禁止条約批准署名をすべきだということを長崎は強く迫りました。ところが両方の記念式典に参加をした岸田首相は一言も核兵器禁止条約という言葉すら出しませんでした。これは NPT 検討会議でも一言も核兵器禁止条約という言葉を岸田首相は使いませんでした。何か核兵器禁止条約というと、なんかという言葉を使ってはならないという呪いでもかけられているのかと思うぐらい、核兵器禁止条約になぜか言及をしません。これも問題ではないでしょうか。で、まさに、核の傘論ですね。アイキャンが主催した超党派の集会に参加をしました。8月、8月4日ですね、5日の前ですから。で、その時にやはり自民党や日本維新の会は、そのやっぱり、核兵器禁止条約批准とはもちろん言わないわけです。オブザーという言わないわけです。やっぱり、自民党はの国防部会は、核の共有論について議論し、日本維新の会も核共有論を言っています。人々のまさに被爆者の気持ちの、核兵器禁止条約を批准して核兵器廃絶をすべきだという議論と、国会のその自民党やまさに日本維新の会などの議論との凄まじい乖離を持っています。そこを埋めるべく、頑張っていきたいと思っています。核の抑止論はありません。これは最も長く展開したのは広島県知事ですが、核の抑止論などはありません。使えば、核保有国が使えばそれで終わりなわけですし、ウクライナの戦争もまさに、核保有国が核兵器をバックに戦争を行ったというふうにも見ることができます。核抑止論、核を抑止してきたのは広島、長崎の、原爆の被害であるというふうに言った人がいます。その通りです。カナダの市民活動家はカナダにあるアメリカの核ミサイルの全ての撤去、これを実現をしております。日本でもまさに核の、傘論ではなく、核廃非核化の、この、傘を大きく広げていくように社民党を頑張っていきたいと考えています。長崎の平和記念式典では長崎、被爆者の方も核兵器禁止条約への批准って強くおっしゃったんですが、被爆者の宮田さんとそれから市長はいずれも この北東アジアにおける非核構想の話をされました。社民党は土井党首が当初を出した時に北東アジアにおける安全保障構想、北東アジアにおける非核構想を発表しています。まさに核の傘を広げるのではなく、まさに非核化の傘をまさにこの北東アジアで広げることができるように、社民党も核兵器廃絶の先頭に立ってですね、頑張っていきたいというふうに思っております。
まさに広島、長崎の中で人々、被爆者や、そこの自治体、それからグテーレス事務総長や皆さんの思いと国会の中で議論されている政党によればですね、そこの凄まじい配慮を思い、ここを問題として核兵器禁止条約批准に向けて社民党は全力を尽くしていきたいと思います。以上です。皆さん、お方からご質問とお聞きになるのか。はい、NHK の青木です。あ、マイク使った方がよろしいです。失礼しました。 NHK の青木です。はい、今回 の内閣改造を受けまして、立憲民主党などからはですね、国会の召集を要求すべきだという意見がありますけれども、はい、福島さんどう考えておられますか。はい、もちろんその通りです。そして閉会中審査ではなく、きちっとした臨時国会が開かれるべきだというふうに思っています。国葬の問題もありますし、それから大臣が選ばれたわけですから、大臣がどういう政策で何をやろうとしているのか、所信表明をしっかりやって、その質疑もやり議論をすべきです。ですから閉会中審査で簡単に、1日2日3日と終わるというのではなく、臨時国会を開いて、コロナ感染も拡大していますし、新たな大臣が選ばれたわけですから、大臣所信表明きちっとやってですね、審議をして議論すべきだと思います。臨時国会を開くべきですし、閉会中審査を仮に100分ずつやるとしても、相当長期間閉会中審査をやるべきだというふうに思います。ありがとうございます。ただ閉会中審査とちょっとバラバラと開いたりするじゃないですか。そうじゃなくても臨時国会でそれぞれの大臣がしっかり所信表明をやるべきだと思います。ある内閣は所信表明やるまで何ヶ月もかけたことがありますので、そんなのはありえないというふうに思っています。速やかにっていう、はい、すぐさまやるべきだと思います。ありがとうございます。どうでしょうか。よろしいでしょうか。でもこれ なんでチキッと入ってるのかしらね。ジェリーにですよ。はい。統一教会。統一教会。統一教会。ああ、はい、はい、はい。そうそう。大変中途半端ですね。そう。あ、そう、それを言えばいいですよ。つまり、統一教会に関係している人は入れませんって言いながら、統一教会と関係した人も入ってるわけですよ。ですから中途半端で、一体これは何なのかというふうに思います。全部排除できなかったのかというふうにも思いますし、全部排除すると本当に限られるのかとも思います。ただこれは先ほども言いましたが、統一教会決別内閣ではなく、統一教会隠し内閣であり、隠していること、このそれぞれの人についても、検証、追及が必要ですし、統一教会の問題に関して、さらに追及が必要です。以上です。よろしいでしょうか。よろしいですか。はい。じゃあどうもありがとうございました。ありがとうございます。いいですか。はい。わって言った。よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。